出すキャベツ、取ってきました。前回説明しましたようにキャベツも全くシンメトリーに葉脈が、伸びてます。そして、まあ、上はこんな感じですけども、だいたい後ろにナメクジとか虫が張ってるんですけども、今取ってきたこの状態で、全く虫がいません。私はこのような美しいキャベツが、収穫できるのは土が正常化し、過疎、水素、土素の力を吸収してできたこの神様の芸術品だと思っています。レタスを取ってきます。ちょっと霜にやられてちょっと色が悪いんですけど、ちょっとまだ小さくて、でもこのように、虫はいません。まあこの間にアブラムシとか大体いるんですけど、もうここは、土がきれいで全く、いません。ケッキレタス、素晴らしいケッキレタス取れました。ですから肥料をやらないということが、害虫が来ないという本当に素晴らしい秘訣だと。それから今日はほうれん草も収穫しました。こんな感じですね。まあ虫ちょっと食ってますけど、ほうれん草も全く無肥料で、このように、できます。葉脈もシンメトリーです。非常に綺麗なほうれん草を取りました。皆さんこんにちは。無肥料栽培の谷口農園の谷口です。今日は第2回目、テーマは害虫です。皆さんどうして、害虫は発生するのかご存知ですか？ここに、地上天国というタイトルのついた本があります。この本は世界メシア教の前身である宗教法人日本弥勒教会が昭和23年12月1日に発行された機関誌の創刊号であります。創刊号とここに書いてます。この創刊号の51ページに岡田牧師名士様が無肥料栽培の御言葉をご発表されておりまして、その中にどうして害虫が発生するかが書かれています。この無肥料栽培というそういう項目があります。その中にですね、現在最も悩んでいることは害虫の発生であろう。しかるに害虫の発生の原因を極めずして害虫駆除のみに専念しているとはいうものの、原因を発見し得ないがためやむを得ず事前の方策としてそうするのであろうが、実は害虫なるものは肥料から発生するのだって。近来害虫の種類が増えつつあるのは肥料の種類が増えたからである。また殺虫剤を使用して害虫を駆除し得ても薬剤が土に浸透して土壌を悪質化し、それが害虫発生の原因になることを知らないとは実に愚かな話である。また肥料を吸収すると作物は非常に悪のである。それは風水害に遭えば折れやすくなり、また鼻落ちがするから結実が少なく背が伸びすぎ葉が大きくなるため、実が赤毛になって米、麦、豆類は皮が厚く実が痩せるのであると。この上の畑はですね、観光栽培の畑であります。これは悪運河の被害を受けております。下の畑はですね、自然農法でやっておりますので、この12年間で2回
しかですね、うんこは発生しなかったと。ですから肥料をやればやるほど作物は弱くなると、まあ、このように皆様はおっしゃってます。害虫なるものは肥料から発生するということが書かれておりまして、実はこのことを私は実感する体験を今年させていただきました。ではその実感する畑にこれからちょっと行ってみましょう。ここが今年の9月から借りた場所ですけども、ここは前任の方が肥料をやっておられ、一生懸命やっておられたようで、作物を育てるとですね、害虫がいっぱい発生しました。まず最初に、大根の成長が悪くて、途中で成長が止まってしまうので、よく観察しますと真食い虫でした。今まで真食い虫は、大根を触っても見たことがなく、初めての経験でした。そして毎日大根の葉っぱを観察して、50本ほど植えた大根は30本ほどに減り、その中でも毎日20匹ぐらい真食い虫を捕獲する毎日が続きました。月給レタスは自然農法の国際研修センターの種を仕入れて苗を作り、ここに移植して順調に育ちましたが、出荷する直前にアブラムシが無数に発生していることがあり困りました。すべての月給レタスに大量のアブラムシが発生しました。これがその後ですけども、ちょっと小さいんですけど、もう真っ黒い斑点がいっぱいついてます。このように、結球レタスに害虫が発生しました。次に今年の9月にもう撤去しましたけども、ネギを植えました。ネギを植えましたが、だんだん数が減っていくのを見てですね、探してみ、土の中にヨトウムシがいて、ネギの苗を食べているのが分かりました。そして苗がなくなっているところをほじくってみると、ヨトウムシがもういるわいるわで、1日で90匹のヨトウムシを捕獲しました。その次の日も20匹、その次の日も30匹と、ほとんど毎日ヨトウムシを捕獲する日が続きました。次に玉ねぎの苗を300本育てまして、植えました。そして同じようにヨトウムシに次から次に食べられてしまい、最終的には10本しか苗が残ったにすぎません。それで、ここでですね、私は、名様、岡田目次師名様の浄化作用の御言葉を思い出しました。結局一切は浄化作用です。それで浄化作用とは一つの掃除ですから、ゴミがあるとどうしても掃除されなければならないということになっているんです。稲の虫害というものも浄化作用です。硫黄をかけたり草をかけたり肥を入れたりするから、そういうものを浄化させなければならないので、その浄化させる役目というのが小さい虫です。それで虫が生まれて毒を食うわけです。髄虫にしても、髄を食うということは髄に肥毒があるからして、肥毒というのは肥料の毒です。肥毒があるからしてそれを掃除しなければならない。そうするとその毒を食うが、毒が葉や茎に深くくっついているから、ついどうも葉や茎まで食わなければ追いつかないから食うのですが、それが虫害なのです。虫の害です。だから分かりきった話です。それで結核だとかいろんな病気のばい菌というものも、そこに薬毒があるから薬毒を掃除しなければならない、その掃除婦です。私の古い本に書いてありますが、その掃除婦が自然発生してそれが食っているわけです。結局あらゆるものが浄化作用だから、そういった汚れ汚いものを食べないように、入れないようにして
きれいにするというようにすれば必要がないから虫も湧かないし、何も悪いことはないわけです。だから浄化作用というものは一切にあるのです。とあります。ここで浄化作用を理解するために分かりやすく事例があります。また、天地間の浄化作用も自然の中で行われますが、例えば、台風ですが、台風によって、浄化作用の事例をご紹介します。北海道の阿寒湖マリモは有名ですが、このマリモはの生育がですね、近年水草によって危ぶまれていたことをご存知でしょうか。阿寒湖では水草が繁茂しすぎて、転がることで大きく育っていくマリモの生育の邪魔になってしまったのです。釧路市ではこの水草の除去に苦慮していたのですが、2016年8月17日、北海道に上陸し大きな被害をもたらした台風7号は112トンもの水草が打ち上げられ、マリモの生育環境が劇的に改善するという奇跡が起こっていたのです。すなわち、浄化作用とは、この世の中は常に神様がきれいにしよう、きれいにしようという力が働いています。我々の体の中も、自然界も常にきれいにしようという力が働いています。土の中に汚いものを入れたら、土をきれいにするためにきれいにしよう、きれいにしようという力が働き、虫を発生させます。作物は土の中の汚いものを肥料の毒を吸収しますので、その作物の対肥毒を食べに来て、肥毒を消化吸収して、糞になって肥毒を無毒にしてくれます。以前、プランターで、キャベツの苗を育てましたが、青虫が来てボロボロになってしまいました。もう諦めていると、キャベツの新芽だけは残っていて、そこから大きくキャベツが育ち、収穫することができました。すなわち、最初の段階で、土の中の肥毒を吸って、葉っぱが大きくなったわけですが、もう土の中の肥毒がなくなってしまえば、虫は葉っぱを食う必要がないわけです。ですから大きく育つことができました。すなわち、害虫とは、肥毒を無毒に変えてくれる虫で、最初にこの野菜を食べたら害があるよと教えてくれる虫、略して害虫と呼んでいるわけです。以前、虫が食べる野菜は安心して食べれるという話を聞いたことがありますが、それは真実ではありません。虫が食べる野菜ほど肥毒が含まれているからで、食べてはいけないわけです。肥毒がなくなり、無肥料栽培で育ち、虫が食べない野菜ほど健康で安心な野菜ということが言えるわけです。本当に害虫をなくすためには土を正常化することに尽きるのですが、そのためにはどうしたらよいかを提案させていただきます。私たちが自然農法をするとき、ある程度正常化された土地なら問題はないんですが、このように肥毒に汚染された畑をどのように土の威力が発揮できるように回復できるかが大切です。最低でも3年間ぐらい必要とされていると思いますが、まず最初1年目は麦を11月にハスして、肥毒を畑から吸い上げることが大切です。ただし育った麦は畑に返さずに廃棄することです。次に大切なことは草を生やすことです。このような畑は草の種類も少なく、微生物も種類が少ないです。こ
ここに草の種類と微生物の関係のデータがあります。これです。草の種類を増やすと生物の種類や数が増えていく。それから雑草の種類が多い方が収量が安定する。雑草の種類が多いと捕食者、害虫の天敵の種類が増える。それから菌根菌の働きが良くなる。土が早く良くなると。で、ここに、12年間でアメリカの大平原における多様性実験で、12年間で多様性の高い草原の方がはるかに多量の炭素、窒素のが土壌に集まるというデータもあります。これをまたゆっくり見ていただけたらと思います。ですから無肥料栽培で9年間やっている畑の堆肥を持ってきてこの土地にばらまくことです。9年間無肥料栽培やっていたところの堆肥、ここにその堆肥の土があります。この堆肥をですね、全面的にこう巻いてあります。この一帯に。そうすると微生物ももちろん移植できますし、それからこの中に、たくさんの雑草の種が入ってます。でこの種がですね、3月から芽を出して、この畑に、いろんな種類の草が生えてきてくれますので、その草がこの土を微生物を豊かにして土を肥やしてくれる。一日も早くこの無肥料栽培で野菜ができる、この土に活性化することができる。その本当に素晴らしい方法です。ですから、まあ、このような、無肥料栽培で育ったところの土、堆肥をですね、持ってきて移植をするということが、早くこの土を活性化するという方法になりますので、この結果はですね、また今年3月6月と見ていただけたらご報告させていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。レタス、キャベツ、取ってきました。前回説明しましたように、このキャベツも全くシンメトリーに葉脈が、伸びてます。そして、まあ、上はこんな感じですけども、だいたい後ろにナメクジとか虫が張ってるんですけども、今取ってきたこの状態で、全く虫がいません。私はこのような美しいキャベツが収穫できるのは、土が正常化し、過疎、水素、土素の力を吸収してできた、これ神様の芸術品だと思っています。レタスを取ってきます。ちょっと霜にやられてちょっと色が悪いんですけど、ちょっとまだ小さくて、でもこのように、虫はいません。まあこの間にアブラムシとか大体いるんですけど、ここは、土が切れるので全く、いません。ケッキレタス、素晴らしいケッキレタス取れました。ですから肥料をやらないということが、害虫が来ないという本当に素晴らしい秘訣だと。それから今日はほうれん草も収穫しました。こんな感じですね。まあ虫ちょっと食ってますけど、ほうれん草も全く無肥料で、このように、できます。葉脈もシンメトリーです。非常に綺麗なほうれん草を取りました。害虫は、土がまだ汚れているから、土の中の汚いものを吸ってできた作物を人間が食べないように
虫が先に食べて土をきれいにしてやるよという大変ありがたい働きをしてくれる虫なのです。ですから本当は害虫に感謝しないといけないわけです。虫さん、自分が食べる前に被毒があるから食べたらいかんよと教えてくれるために先に食べてくれたんやね、ありがとうありがとうということです。9年間無肥料栽培をやっている畑は初めから害虫がいなかったというわけではありません。この畑を3分の1ずつ分けて麦、それから大豆、それから葉菜類と、ローテーションを組んで、植えてきました。少なくとも同じ場所に、3回はですね、麦を植え、また大豆を植え、葉菜類を植え、草を堆肥として、かぶせてきました。その結果、ナメクジも、アオムシも、ヨトウムシも、少なくなりました。それでは、最後に、自然農法の心をお伝えします。これです。自然農法の心。太陽に、水に、土に、種、苗に感謝して、神と結ばれた心を持って、土を慈しみ、作物を愛を込めて育てていくということを学び、それを人に伝えていく。ご清聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いします。次回をお楽しみに。それではさようなら。